まず斉藤元議員に発言を許します。斉藤元議員、おはようございます。えー、私三件通告いたしました。えー、まず一件目であります。えー、議案第三十二号、愛、え、知、ー、若松市指定地域えー、地域密着型サービスの事業の人員設備及び運営に関する。 基準ををを定めるる条条例例の一部を改正すすについいて質疑をいたします、えー、この質疑で私が論点にさせていただきたいのは、えー、これまで、えー、障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービスを受けていた方が、えー、新制度の下で必要なサービスを受けられる体制が整っているのかという点を論点にしながら伺っていきたいと思います。 まず条例改正の趣旨と概要をお示しください。健康福祉部長お答えいたします、えー。地域密着型サービスを提供する、藍沢町市指定地域密着型サービスの募集人員設備および運営に関する基準を定める条例についてでございますけれども、これにつきましては、地域密着型サービスを提供する事業所において、市が指定、 指導する際の人員設備及び運営に関する基準を定めた条例でございまして平成24年に制定しておりますで、今回改正をご提案申し上げているわけですけれども国は地域包括ケアシステムの構築を目指しまして介護保険制度改正等を行い国の基準省令等が変更になったために平成30年度から 市の指定、指導にかかる基準を定めた条例を、条例の改正が必要になったということでございます。主な変更点でございますが、1つに人員基準の緩和、2つに運営基準等の緩和でございます。以上でございます斉藤元議員、えー、人員と運営基準の緩和と いうことで、ありますで、えー、事業者に対する基準を緩和している内容、これについて、えー、具体的にお聞かせいただきたいんですが、えー、さらにですね、緩和する理由と、それから事業者や、えー、介護保険制度に及ぼす影響、こういった点についてお伺いしたいと思います。健康福祉部長 はい、お答えいたしますまず、えー、人員基準の緩和でございますけれども、えー、定期巡回、随時対応型訪問、介護、看護等の介護サービス提供責任者の、えー、経験年数を3年から1年に短縮するというものでございます、それから運営基準についてでございますけれども、1つとして、えー、強制型、地域密着型通所介護の新設、から2番目として、強制 型認知症デイサービスの定員を1施設当たり3人以下から1ユニット当たり12名以下に変更するというものでございます、それから3番目として、定期巡回随時対応型訪問、介護、看護等の介護・医療連携推進会議の開催回数を年4回から年2回に減少させて緩和するというものでございます。それから 身体的拘束等の適正化などが盛りり込ままれております改正の理由でございますけれども、これにつきましては、介護保険のサービスの質を確保してつつ、ね、介護職員の人材の確保、介護職員の負担軽減、それから利用者の増加を図るためでございまして、影響といたしましては、第7期計画で目指す サー,ビスのサービスの質と量の向上につながるというふうに考えてございます。えー、具体的に申し上げますと、えー、あの今、いろんなサービス、例示しましたけれども、若松市内で、えー、実際に実施していないサービスがあります。でこれはあの人員の確保等が難しくて サービスを実施するような状況でないということで、あの事業所側が判断されておりますので、これについては、要件を緩和することで、新たに参入が入ってくる可能性が出てくるというようなことでございます、それからあの先ほど論点として議員おっしゃいましたけれども、障害者のサービスと共有。あ えー、強制型ということで、えー、相互のサービスの可能性が出てくる、えー、ということでございます、えー、それから先ほどです、ねえー、私、強制型と言いましたが、強、えー、強要型と言いましたが、強,あ強制型と言いましたけれども、共同型の誤りでございます。ああれ 教養型が正ししいいと内容でござまますす失礼します斉藤元議員えと改めて確認をさせていただきたいんですが、そうしますと、えー、今回、えー、基準を緩和する理由としては、まあ、いくつかおっしゃられた中に、まあ、介護の質の確保、それから事業者の負担の軽減。 さらには、そういった緩和することによって、本市が行っていない事業に参入しやすくなるというようなこともお答えいただいたわけですが、ということは、まあ、今現在の介護保険制度における人員不足といったような点も、やはりあの背景としてはあるのかというふうにお聞きした,きしたわけなんですが、その点についての、 ご認識と、それからですね、うんと最後の方でおっしゃった、えーと強,制型まあ、強制型サービスの方でお伺いするんですが、えー、障害児者とそれから介護の事業者、あそれが互いに他のサービスを提供できるように基準を交わせるというような、えー、意味合いもあるというふうに受け止めましたが、えー それでよろしいのか、えー、以上お伺いいたします健康福祉部長お答えいたしますあの介護事業所における人員不足についてのお話でございますけれどもさまざまな保険制度がある中で一定の基準に基づいて事業を進めておりますのでその基準が緩和されるということは 経営側にとってもあの、働く側にとっても、まあ、人員の確保はしやすくなるというふうな認識を持ってございます。それから2点目のご質問は、議員お正ししのとおりでございます斉藤元議員、えー、それではですねあの、強制型サービスのことを中心にお伺いしていきたいんですけれども、えー、今回、新たに設置され、 強制型サービスの概要とです、ね、利用者や事業者への影響、これについてお伺いしたいと思います、また、強制型サービス、これを利用できる人、利用する人というのはどういった方なのか、対象についてお聞かせください。 強制型サービスでございますけれども、あのこれはあの現在の制度によりますと、介護保険事業者は介護保険の制度の中でやっております、それから障害のサービスについては障害サービスの中でやっておるわけでして、その一つの事業所が、 あの例えば介護保険のサービスをしているところが、障害のサービスを一緒にサービスを提供するとすると、新たに障害福祉のサービスの事業所の認定を取らなくてはいけませんので、なかなかハードルが高かったということでございます。ここれがののの制度度を導入しますとおお互互いいにに障害者方もも介護届け出程度で あの一方のサービスをあの、サービスの事業が提供できるというあの制度が創設されるということでございます。えー、それからあのすべあの、この3番目なんですけれども、これはすべてのおサービスではございませんで、えーまああのち、今ほどご説明申し上げましたように、 障害者福祉制度におけます生活介護、自立支援、児童発達支援、または法海護、デイサービスの提供指定を受けた18人以下の事業所について、希望すれば介護保険制度のサービスである強制型、地域密着型通所介護の指定を受けられるということでございます。従いまして、すべてのサービスではないということでございます。それからちょっとあの申し訳ございません、あの2番目がちょっと聞き取れなかったもんですんで、ちょっともう一度あのお願いしてよろしいでしょうか。 はい、じゃあ、議員進行でお願いします。はい、えー、っと、利用者、あ、事業者への影響。そのことではなかったですか、それから、あの、対,対象の方、もう少し具体的に年齢だとか。っていうようなあたりも、えー、お示しいただければと思うんですが。健康福祉部長。え、なんだっけ、利用者。事業者。 利用者の件でございますけれども、これはそれぞれのサービスの介護サービスの側と障害者サービスの側で、お互いのの他の制度のサービスを受けるということになる、まあ、例を申し上げた方が分かりやすいと思いますので、簡単に例を申し上げますと、 これまで,です、ね、あの障害をお持ちの方が65歳になりますと、えー、介護保険サービスが優先するということで、移らなければならないというあのような制度だったものが、そのままあの今まであの使っていただいてた障害者の,あの事業所であの、介護保険の制度を使えるようになるというのがあの主な趣旨でございます。 斉藤元議員えっとまああのそうしますと、ですねあのこれまでの障害者福祉サービスでの利用、まあ利用利用する場所は同じかもしれないけれども、利用する場合の費用負担やなんか変わってくるんだろうと思うんですね。えー、まあ影響というお伺いでは、そ,そういったあたりをお聞きしたかったんですが、まああの後でご答弁ください。で。 あの障害をお持ちの方、その内容や程度によっては、ですね十分な収入を得られない方、多くおいでだと思います。えー、そういった方が、ですねその介護保険になるわけですよね、今度の利用はね、そ,そういった中での利用料負担、えー、こういったあ新たな負担の発生で、従来のサービスが、えー、それと同等のサービスが受けられなくなる恐れはないのか。 え、こういった点も合わせてお伺いしたいと思います。費用負担の問題のことです。健康福祉部長。えー、費用負担の問題でございますけれども。あの、基本的に。こう、と、介護保険については。えー、合計所得金額で。 現で160所得金額が160万円を一つの線として1割2割になってくるわけですけれども障害者サービスの方になりますと障害者サービスの方の利用負担の考え方ということになりますので所得のあるなし という,ふうにはなってきますが、一般的に申し上げますと、障害者のサービスの方については、えー、可燃あの、制度改正が行われた際に、多くの方がサービスを受けられ、あの所得関係の、所得の補足の関係であの、サービスを受けられなくなったというのが、あの以前ございまして、再度改正を、えー、が行われてあの、利用しやすくなったということでございますので、 どちらが高い、どちらが低いということではございませんけれども、一般的には障害者サービスの方が利用量は安価ではないかというような考えを持っているということでございます斉藤元議員、えー、障害者サービスの方が利用があの、まあ、低く抑えられるのではないかということでありました。 で改めてお伺いしたいのはあの、相互にこれまでの地域密着型サービスを行っていた事業所、障害者の方を、そういったところでも受け入れることになるわけですよね、障害福祉サービスを担っていなかった事業所も行う、そういったところにおいては、ですねその専門性障害者の方に対応する専門性といった点においては、 あの担保されるんですか県国支部長、えー、先ほどあの、仕組みとしまして、えー、相互の,おあの介護の方で障害のサービスを提供するといった際には、えー、届け出程度でというふうに申し上げましたけれども、やはり、 今まで介護の介護保険のサービスを行っていた事業所が、障害者のサービスを同時に行っていくということになれば、それ相当の覚悟とサービスの質の確保が必要だというふうに考えております。ただ同じサービスを提供すればばいいいととうことではなくて例えば あの障害の特性を理解してもらいただくとか、そういったことも必要にはなってくるというふうに考えてございます斉藤元議員あの。介護保険制度の下では、まあ、要介護認定を受ける場合にですね、その現在の障害のある方、障害福祉サービスを受けている方の多くが、 養子縁止まりになるのではないかというふうに見られているというようなことを聞いたことがございますが、えー、そうなると、養子縁止まりだとすると、総合事業しか受けられないわけですよね、そういう懸念はないでしょうか。健康福祉部長、えー、議員のお正しでございますけれれどもこれは 利用サービスを利用される方、個々人によってそれは変わってくると思いますので、つどつどそれぞれの方について判断していくべきというふうに考えてございます斉藤元議員。当然あの、個々人の方について判定はされるというのは、それは私も分かります。しかしですね、要介護認定は、私の理解ではほとんど身体機能の問題だけで判定される。そうししたた場合にね、えー、きちんとした 専門性を持った障害者に対する専門性を持った方のケアを受けられるという保障がなくなるんじゃないかと思うんですが、そういう恐れはないんですか。健康支部長あの。議員のお正だしの意味はよくわからないんですけれども、あの要介護度は、 身体の機能だけではなくて例えば認知機能というのもあの判定の一つの中に入ってきますので身体機能だけではないというふうに私どもは認,知あの認識しておりますで、えー、障害をお持ちの方があの先ほど例で申し上げましたけれども 障害のお持ちの方が65歳になって高齢の方のあのいわゆる介護サービスに入っていくというときには、やはりそこの介護サービスを受ける要介,護度の要介護度、要支援度の判定がそこで行われるというふうに考えてございます斉藤元議員、じゃあ,あの、別な点からお伺いいたします。えー 本市が行っている総合事業、介護予防日常生活支援総合事業でありますけれども、これは基準緩和型で行われているというふうに理解してよろしいですか健国支部長,議長えと。基準緩和型というのは、えーあの、今回の改正で4月から基準が緩和されるサービスになるというふうに考えております。この 答えでいや、今の議員の質問だと、こういう答えになろうかと思いますけれども。はい、あの元斉藤元議員、あのー、今回の議案第32号と関連付けた質問をお願いします、関連付けて、えー、質問をお願いします、はい、あの関連付けていて今、その内容を私、質疑してるんです。 あので改めて伺いますが、えー、緩和型の場合には、えー、無資格者でもヘルパーになりますよね、私はその点でどうなんだっていうところ、障害者の方のケア、それがどうなるんだって、この改正によってということをお伺いしたいの健康支部長あの議員がの。 質問の趣旨は、緩和型というのは、日常生活総合支援事業のことでしょうか、はい、分かりました。えー、っと、日常生活総合支援事業、いわゆる総合事業でございますけれども、えー、これとは別で、あの今回、条例改正をするというのは、いわゆる緩和型ではない、えー、事業でございます斉藤元議員。 えっとそうしますとです、ね緩和型では、緩和型ではないというか、言ってみれば、その総合事業の対象に今回、新たにきょあの強制型サービスにおいては、えー、でサービスを受ける方は、総合事業の対象ではないというふうに捉えていいんですか健康福祉部長、お正しのとおりでございます。斉藤元議員 はいえー、それでは、あのー、そのほかにも聞きたいところあるんですが、ちょっと時間がないので、えーえー、次の件にまいります、えー。議案第1号、えー、平成30年度会津若松一般会計予算歳出の部第2巻総務費、第1項総務管理費、第15目、諸費、空き家対策に関する経費について伺います。 まず、本事業の内容でありますが、空き家等改修支援事業補助金であります、この概要と財源をお聞かせください。市民部長お答えいたします空き家 改修支援事業補助金、これの概要と財源というおとだしでございます。本事業につきましては、空き家等対策計画に基づきまして、安心安全なまちづくりと居住環境の改善、さらには地域活性化を図ることを目的に、地域活動の拠点や地域活性化に資するなど、公共性、公益性のある取り組み、さらには市外からの移住のために、 アき家等を回収して有効に利活用しようとする方を対象といたしましてそのアき家等の回収に要する費用の一部を補助しようとするものでございます内容としては予算額150万円でありますが補助率2分の1補助の上限を1件当たり50万円といたしまして3件分計上させていただきました これの財源につきましては、一般財源であります。以上でございます斎藤元議員、まああの。市が空き家対策に本格的に乗り出して、事業として具体化する初めてのものということで評価をしております。えーまあ、金額としてはは大きくはありませんけれども、えー さまざまな空き家を地域の活性化に結びつけていくっていう点においては、大事な一歩だと思いますけれども、今後、どういったふうにこの事業を具体的に進めていくのか、スケジュール、お聞かせください市民部長。<laughs> えー、事業を進めるにあたってのスケジュールというお正しいでございますあのこの事業の実施にあたりましてはまずあの募集方式で、えー、事業を実施していきたいというふうに考えてございます、えー、まずその補助にかかるです、ねえー、交付の要項あるいは募集要領こういったものを作成いたしまして えー、本年の、まあ、遅くとも6月ぐらいまでには募集を開始していきたいというふうに考えてございます、えーまあ、募集にあたってはですね市政だよりあるいはホームページそれからあ関係する機関団体等に幅広く周知を行いまして、えー、募集期間といいますか、まあ、申請の受付期間をお大体2か月程度とってその後にですね、えー、書類審査によって、えーまあ、該当する事業を 決定していきたい、このようなスケジュールで進めてまいりたいというふうに考えてございます斎藤元議員、まああの。空き家をめぐる課題はあの、昨日の一般質問もありましたけれども、多々あると思います。で、そういった中で、その空き家に関わるさまざまな問題がある中で、この事業化をけ行うと。 いうことを決めるまでのですね、どういったまあ議論が行われてきたのか経緯、まあ期待される効果っていうのは先ほど出ましたんでね、その経緯、事業化までの経緯をお伺いしたいと思います。市民部長、えー、今回のまあ事業化に至るまでの経緯というご質問でございます。 えー、主といたしましては、空き家等のまず実態を知らずには、あまあ、その施策、事業化、こういったところに取り組めないということがあったものですから、まずは実態の把握ということで、今現在もさまざまな調査を進めているというところでございます、でまあ、一方では、空き家等対策計画、これを作るときにですね、 あの実は4本の柱を設けたわけなんですがその中の1つに、えー、利活用対策これも非常に大事だといったようなことが掲げられておりまして、えー、まあその分野で,です、ねえー、他の市町村のまあ支援制度の動向それから、空き家と対策協議会こちらの方でもさまざまご意見をいただいてきた中で、まあ、今回その利活用策を まあ事業として具体化させようというふうになってきたものでございますあの、まあ、本来であればですね空き家はその地域にとっても貴重な資源だということで、えー、民間レベルでどんどん利活用が進めばあ良いわけでありますがなかなかそれが進まないという実態も見えてきたというところで では、どういった支援が求められるのかという部分について、まあ、協議会の皆様の意見もいただいた中で、まあ、今回、こういう制度を立ち上げたということでございます斉藤元議員。えーまあ、この事業を、まあ、事業についてですね、6, あの6月頃には募集。 をまあ告知するていうか、そういったようなスケジュールということでありますけれども、これを入り口にしながらですね、入り口にしながら、さらにその応募の状況にもよるんでしょうけれども、拡充していく、今回、2分の1補助の上限50万で3件分ということでありますけれども、これを将来的には、 拡充していくっていうことも視野に入れておられるんでしょうか。市民部長。<laughs> えー、まあ事業の拡充の考え方があるのかというお正しいでございますけれども。あの、先ほども申し上げましたが、あの空き家といえどもやはりその貴重な地域の資源だ。これは協議会の委員の皆様からも。 おそういったご意見をたくさんいただいております。そういう意味でその利活用策をいかに展開していくべきかというまあその議論の中でですね、今回の制度化ということになったわけでありますが、私どももまあ今回の制度はモデル的なスタートだというふうに捉えております。あのまあ市のまあこういう支援制度の他にもですね、すでに県の方でも被災者対策あるいは 定住・移住対策という意味でのリフォームの補助などの制度も設けておりますし、あと他の団体でもです、ね、あの空き家を有効に活用するための支援制度みたいなものを設けているといったような状況もございます、こういった制度とのまあ連携なども含めながらです、ね、あの実際にこの事業を行った中で、その実績、あるいは 申請者からの要望だったり反応、そういったものを見ながらですね、まあ今後どのように事業展開していくべきなのかといったような部分については検討を加えてみたいというふうに考えてございます。斉藤元議員、えっと今月あ失礼、今年の1月22日の新聞報道でですね、私の手元にあるのは民有新聞でありますけれども、国土交通省が 空き家転用に補助金、まあ、自治体と一緒にということでね、あの老人ホームや保育所に改修する場合には、3分の2の補助を行うということでありますが、まあ、こういったあの国の制度も新たに作られたりしているという中で、まあ、当然あの、その場合には国の制度活用となると、 一般財源さらに市の持ち出しが出てくるということもあるわけでありますけれども、さまざま、その空き家の課題、1700戸以上も空き家が確認されているという中にあっては、えー、利用ができるような空き家もたくさんあるという中では、いろいろなメニューを含めて、今後、考えていく必要があるだろうと思うんですが、改めて最後に伺います。 市民部長 <laughs> ただいま斎藤議員がおっしゃられた新聞報道の中身につきましてはあの高度経済成長期にです、ね、あの作られた多くの住宅団地、<laughs> えー、こちらの,、まあ、あの住んでいらっしゃる方々が、まあ、だんだん高齢化に伴ってです、ね、空き家が増えてきている。そそうういうその まとまった部分をいかにその利活用していくかということで、国交省の方が高齢者のため、あるいは子育て世帯のため、そういう整備を行う場合に補助しましょうということで、今現在、その制度化を進めている内容だというふうに伺っております。確かに補助率もいいいんでででありままますがそのまととまとった部分での整備事業ということで 事業主体となる協議会の設置あるいはそのエリアの中の整備計画そういったものを作ってやっていく事業ということである意味事業の実施という部分になりますと時間もかかりますしハードルも結構高いのかなというふうには存じておりますただこれだけに限らずさまざまな制度が今考えられておりまして国の方の制度でも例えばその お除却のための制度化であったり、あるいはその利活用を促進するための制度であったり、そういったものがあ今現在、えー、さまざまあ降りてきているような状況もありますので、えー、私どもとしてはです、ねあの、使える制度は当然、有効に活用できるように考えつつ、会、え、津、ーまあ、若松市として、市として、まあ、どういう空き家対策を進めていくべきなのかという部分については、 並行して検討してまいりたいというふうに考えてございます。す斉藤元銀、えー、それでは三件目、えー、議案第三十七号愛知若松市国民健康保険条例の一部を改正する条例について、えー、お伺いをいたします。四、えー、月から国保があ新制度になるわけでありますけれども、それによって、えー、何が変わるのか。 まあ、さまざま、これまでの議論もありますけれども、改めて、えー、お改正内容についてお聞かせいただきたいと思います県国支部長、えっと条例の改正内容でよろしいでしょうか、はいえー、こちらは、議員お尋ねのとおり、この4月からあの国保の制度が広域化になりまして、県体化されるということでございまして、 国民健康保険条例につきましては三点ほど改正をさせていただきたいという中身でございます。県の公営化県があの公営化することで県にもいわゆる国民健康保険運営協議会が設置されますので、愛知若松市における運営協議会の法的な位置づけについて。 規定させていいただくというのが1点それから2点目に、えー、総裁費の支給額、これを、えー、県内統一ということで、えー、今、現行は3万円ですけれども、県統一の5万円に引き上げさせていただくということでございます。それから、あのいわゆる準備金、えー、としての積立額の、えー、算定基礎になる費用。 につきまして保険給付費等から国民健康保険事業費納付金に改めるということでございます。ちょっとこの点については補足させていただきますと、これまではいわゆる基金の上限額を保険給付費をもとに算定しておりましたが、これからは県のほうで医療,費医療費については、 すべて必要な額を頂い,いて、市のほうで払うということになりますので、国民健康保険、事業費納付金の額を算定の基礎というふうに下がるということでございます斉藤元議員あの、先日の一般質問で、部長の方からは広域化によるメリット、スケールメリットがあるというご答弁がありましたけれども、えー まあ、広域化になっても、国保の持っている構造的な問題、えー、低所得者の加入者が多い、あるいは、えーまあ、高齢の方が多いというような、そういう構造的な問題は解消しないわけですよね、そういった中で、スケールメリットというのは、どういうことを指しておられるのか、改めてお伺いしたいと思います。 健康福祉部長、えー、使えるメリットでございますけれども、これまではあの国民健康保険は市町村が保険者となって、えー、必要な保険給付費を支払うために、えー、国保税、国保料を定めて、それをいただきながら、あの自らあの支払ってきたということでございます。で4月以降については、県大会になるということで、先ほども申し上げましたように、えー 市,はあ市町村は県に対してあの県が指定する国保事業の事業費納付金を指定された額を県の方に納付するというのが一つでございます。でその納付が終われば保険給付費については必要な額について全て県の方からあの市町村に配分されるということでございますので年度後半になって医療費が 例えばインフルエンザが流行して、医療費が伸びてきたとか、そういった場合についても、そういった保険給付費の心配をせずに支払うことができるということを考えますと、小さな保険者が集まって、一つの大きな保険者になるわけですから、これをスケールメリットという形で言わせていただいたということでございます。斉藤元議員 あの市町村国保は多くが赤字決算であったり、あるいはその赤字解消のために、国保税額を、税率を高くするという形で徴収を増やしていく、さらには、えー、一般会計からの赤字補填の充当といったようなことが結構、まあ、やらなければ 会計運営ができないというのが一般的に多かったんではないかなと思うんですが、もしもその例外ではないと思うんですね、そういった中で、えーまあ、問題はその県から示される納付金あの、この制度が具体的に進むまで各都道府県で試算をいろいろ行ったところを、その非常に、えー 国保税あるいは国保料が高くなるのではないかという懸念が出されていました。あの国保税が一定、えー、抑えられるためのなんて言いますか、えー、激変緩和を国が行うというようなことでスタートすると思うんですが、その激変緩和というのは具体的にどんなことがされたのか。 お,お伺いいいしたいと思います県の各市町村に対する納付金の考え方ですけれども、さまざまな議論を経て、最終的に決まったわけですが、その中で、やはり地域,あ地域といいますか、あのー、市町村間で医療費の格差が大きい、で医療費があの課題であったところは、えー まあ赤字体質が多かったということもございますし医療費がの水準が低かったというのは一定程度あの税なり保険料で賄われてきたというふうに考えてございます従いましたがいまし、あ、て国の方もあも平準化した保険料を、まあ、将来的には示すようにというふうに都道府県の方には言っておりますけれどもいきなり、あの 標準化した保険料を示すわけにはいきませんので、その凸凹を一定程度調整するために激変緩和があの入れられているというふうに思います。で、あの途中経過を申し上げますとあの、59市町村の中で、5市町村があの試算によりますと、今、あの29年度までの、えー、いわゆる保険料から高くなる、かなり高くなるところもあるということで、それは、 あの県の方で調整をして、えー、一定程度あの、でこぼこをなくしていくというような形で、えー、納付金があの算定されたというふうに理解しております斎藤元議員えと。先日の部長のご答弁の中で、えー、将来的には、将来的に言っても 5, 5年後ぐらいとおっしゃったんだったかな。あのー、税率が 一年化されていくというような見通しがご答弁あったかと思うんですけれども、この一年化されるっていうことは、本心にとっては、えー、いいことなのか、どうなのか、えー、お考えをお聞きしたいと思います健康福祉部長、えー、お答えいたします。あの都道府県下になったわけですから えー、県内どこに住んでいても、同じ世帯構成と同じ所得であれば、同じ税,あの税,税,国保税なり、国保料を払うというのがあの目標とするところではないかというふうに思います。で、5年間というのはあの、一定程度今、各市町村間で医療費の格差がございますので、それをまず調整していきましょう、で5年後にその先の統一化に向けたあの考え方を。あの 考えていきましょう。ということなので、5年後に投資されるということではございませんで、それからもう一つなんですが、あの保険者はあの？県単位化で、えー、県の方でやるわけですけれども、実際の保険あの税保険料については、あのその負荷等についてはあの各市町村の責務でございますのでえー、今回も一定程度。あの。 標準保険税率というのが県から示されてはいますが、その税率によらず、現行の税率で納付金が賄えるという判断をしたために、八重岡町は税率の改定をしなかったということでございます。したがいまして、将来的に県で統一の標準保険税,保険税率、保険料率が示された際においても、付加決定するのは市町村だということでご理解いただきたいと思います。 斉藤元議員、あの不可聴収は市町村だってのは理解しております。えそういった中で、ですね、あの先日も特定健、えー、診の受診率を上げて、医療費、医療給付の抑制を図る取り組みが大事だっていうような、そういう質疑,質,問質疑応答もあったかと思うんですけれども。その。 市町村も保険者として医療費の削減、そういった努力をしている中で,です、ね、例えば会津若松市がその効果があって、大きく減らしたという場合に、一元化っていうような、そういった場合の市の努力っていうのはあの納付金の中にそれは反映されていくというお考えの下でのご答弁だったんでしょうか。 健康福祉部長、えー、議員、お正しのとおりでございます。と、もうちょっと付け加えさせていただきますと、あの基本的なあの、えー、納付金の額をあの算定するわけですけれども、その後で、さまざまなインセンティブの調整を行います。えー、例えばあの、収納率ですとか、あの特定健康審査の受診率ですとか。 医療費の水準ですとか、所得の水準ですとか、こういった調整を加えて、最後に納付金の額が決定されるということでございますので、健康な方が多くて、医療費が少ないということでございますれば、調整の中で納付金の額はマイナスの方に調整されるという認識でございます。